の試合勝つしかねえぞ。はい、どうも小池チャンネル小池でございます。本日はですね、小日立大で対戦相手は横浜 F マリノスです。天気はですね、あいにくの天気でございます。先ほどからね、雨も降ってきました。レイソルはですね、前節、アウェーセレッソ大阪で勝ち点1、その前もね、鹿島アントラーズアウェーで勝ち点1、勝ち点1ずつを拾って小日立大に帰ってきました。このね、1ずつ拾った勝ち点に生かすために、本当にね、今日の日立大マジで負けられないです。本当に勝ちしかいらないです。本当にね、小池はずっと言い続けてますけども、熱く激しく、そして何よりも楽しく、ここ日立大は僕たち選手の思い、そして熱さが一番伝わるスタジアムだと小池は思ってるので、サポーターがね、持ってる僕たちの熱さ、そして、この勝ちたいという気持ちを選手に伝えましょう。マジでね、レモネード飲んで勝たねえと。本当にあの、今日アフラック50周年、本当にいつもあのスポンサーありがとうございます。そして50周年おめでとうございます。本当にね、今日の試合アフラック様の前で勝ちたいと思います。そのわけで、まずはですね、今日の日立大イベントが盛りだくさんなので、まずはその様子をどうぞ。書きていただいた方ありがとうございます。日立大に到着しました。現在天気は雨でございます。雨にもね、負けずね、熱い気持ちをね、選手にね、そして日立大に伝えていきましょう。そんなね、日立大もね、残りね、もう今日を含めてあと4試合、本当にね、アウェーも含めたらもう7試合ということでね、本当にね、もう佳境に迫ってきております。レースもね、本当にね、どの試合も落とせません。本当にね、勝ち点3がね、非常に欲しいです。まずはね、今日の試合、今日のマリノス戦からね、勝っていきましょう。絶対ね、勝って、今日ね、みんなでね、笑顔でロレンソを歌いましょう。そのわけでスタジアム行きたいと思います。本日のスタジアムのイベント、一つ目はこちら、アフラック。本当にアフラック様、いつもスポンサードありがとうございます。本日はですね、アフラック創業50周年ということでですね、スタジアムでですね、なんとレモネードをですね、売っていただくんですけど、なんとそれが破格の100円ということで、で早速ね、並んで買いたいと思います。アフラック様のレモネードを美味しくいただきたいと思います。レモネード。本当にアフラック様、いつもありがとうございます。美味しい。100円以上の味がします。これが100円なんて本当にお得。ありがとうございます、アフラック様。こんにちは。50周年おめでとうございます。そしていつもスポンサーありがとうございます。これからもよろしくお願いします。かわいい。はい、そんなわけでですね、野球場の方に来ました。今日のね、日立大のイベント紹介第2弾はこちら。なんとね、この後ね、現在ですね、時刻はですね13時50分を回ったところですけども、この後だと14時からね、柏出身のアーティストがね、ここ野球場のこの特設ブースでライブをやるということなので、今日盛り上げに来ました。もうすぐですね、おそらくライブ始まると思いますので、盛り上げていきましょう。そうですね、次がないかもしれない。本当に今ご覧いただいた通り、たくさんの大人の方がね、あの頑張ってあの開催に、していただいているので、あとはね、僕たちと皆さんでガツンと盛り上がっていければ、もっとね、何回も開催されると思いますので、ぜひ今日は皆さん盛り上がっていきましょう。イエーイ。では早速、もう時間がないので、行きましょう行きましょう。1曲目は何からいきましょうか。せっかくなんで一発目から柏レイソルの選手ちゃんとメドレーを送り上げます。一緒に歌ってください。
1曲目は三つ丸選手のちゃんといきます。三つ丸ルール三つ丸頼み確実三つ丸ルール三つ丸三つ丸拾うもう一回三つ丸ルール三つ丸頼み確実本日の小池のスタグルはこちら、文庫屋さん唐揚げでございます。やっぱりねデブはね唐揚げが大好きということで、早速ね唐揚げ買っていきたいと思います。試合の前にね勝ち点をね取るという意味で鶏の唐揚げいただきたいと思います。それじゃ買ってきます。本日のスタグルはこちら、鶏の唐揚げ大パック。やっぱりねデブはね鶏の唐揚げが大好き、そして買うなら大パック。つなげて早速いただきたいと思います。うん、まめっちゃ柔らかい。大パックって1人前？ 2 人前？小池前。小池持つとね、あんま別に大パックに見えない。鶏の唐揚げを食べて、勝ち点さんをマリノスから取り上げよう。汚いな。
ます。レーソル対マリノスハーフタイムに入りました、ハーフタイムに入りまして柏レーソル、1対0で勝って前半終わりました。ハーフタイムに入りました。本当にね、久しぶりに、ね、前半リードして、ゲームね前半終えることができました。本当に、ね、久しぶりのリードが嬉しすぎてちょっと何言ってるか分かんないんですけども、でもまだ残りね後半45分残ってます。45分本当にね、前半も見た通りマリノスの攻撃めっちゃ強いです。ギリギリのところでねレースを守ってます。なんとかね、残り45分守って、そしてねチャンスがあればね追加点取って1-0 なんとかね、なんとかね追加点取って、まあ、取らなくてもいいです。 最悪もうなんとかね90分のね笛のね終わる時には1点でもね勝ってね、レースのね勝利でね迎えたいと思います。そのためにも熱く激しく最後までそしてね楽しく応援していきたいと思います。この熱を選手に伝えろ。だけで残り45分頑張っていきましょう。Go!
戦いの試合全員で勝ち続けられるようにこれからもよろしくお願いします。全部勝とう、全部出して出して。マイフマリノス戦はカジュアレンズの1対0で勝ちました。本当にね、前半ね10分15分ぐらいにね、マテウス・サビオ選手先制ゴールを決めて、その後はねもうね本当にね、守り切るというね本当にね体張ってね、今日は本当に立田選手中心の素晴らしい守備陣でございました。本当にね、このままね守備もねそしてね攻撃もね続けてね、次の試合もねどんどん勝って、今日ね、勝ちましたけども決して順位とか立ち位置は変わってないので、まだまだねレースの勝利が必要です。そんな次の柏レースの試合はこちら、1週間空きまして、10月19日ここまた日立台で対戦相手は町田ゼルビアです。本当にね、前半戦ゴールデンウィークの時
アウェー町田ゼルビア戦、アウェーの町田戦、本当にねレースで何もできませんでした。なんとかねここホームではねぜひねやり返してやりましょう。町田にね、人を吹かせてやりましょう。レースでね本当にねこのまず絶対まね終われないです。まだまだ、ホームでね勝利が必要、勝利をして勝ち点差取って順位上げていきましょう。そのわけでこげチャンネルこげでした。皆さんお疲れ様でした。バイバイ。次も勝つ。しょーい。それ俺のや。お疲れ様でした。乾杯で。ありがとうございます。